はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回この3問ね、やりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったりわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ごめん、ちょっと相変わらず脳がちょっとおかしくて詰まっちゃうんだけど、ごめんね。じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回は照明が1問入っております。で、まぁ、三角形 ABC。この左側ね。まぁ、これは一応メインになってて、D と E。この2点は AB を3等分してます。3つに切ってる。つまり何が言いたいかっていうと、ここの長さ全部一緒だよっていう。3つに切ってる。3等分ね。で、F の方は AC の中点。こいつは AC の中点だから、右側。ここの長さが同じ。っていうことがわかる。で、G に関しては DF。こいつを延長したものと BC を延長した交点が、外にね、交点ができてますよと。で、CE が6センチ。ここだけ6センチがわかっております。じゃあ DF、行きましょう。で、まずここに関しては、中点連結定理を使っていきます。今回それがね、ピックアップした問題になってるんですけど、で、中点連結定理、ガッツリじゃない。簡単に復習すると、一応、動画の最後リンク貼っとくんでね、連結定理、不安な方はそっち見てみてください。三角形があった時に、左側、まあ、屋根の部分ね、この左と右。この部分をそれぞれ中点で切ります。こうやってね。切った時、ここの長さっていうのは1対2になります。必ず。しかも、この線が平行になるよっていう。これが中点連結定理です。で、なんで今これを説明したかっていうと、この三角形 AEC を見てください、ここ。ちょっと斜めになってるけどね。書き出すか、簡単に。図の下手さはちょっと許そっか。うん、ちょっとひどい。まあまあまあ許して。AEC。途中の DF も書いておくか。こうだね。で、DF とか X って置きましょうか。で、EC が6なんだよね。で、左側の屋根中点になってるし、右側もこうやって中点、まあね、2つに2等分してるよと。こうなってるから、あ、中点連結定理使えるじゃんって思ってください。で、もちろん1対2って比を使って計算してもいいんですけど、中点連結定理何言いたいかっていうと、これの半分だよっていう。逆にこっちが分かってたら、こっちはそれの2倍だよっていうだけ。まあ1対2だからね。なので、も計算式書かなくていいかな。これに関しては、下いける？これがギリ入って、待って、入ってるね。オッケーオッケー。だから6の半分なので、3センチメートルと。この線が入ってないかな。大丈夫だね。こんな感じです。ちょっと切れたけど、ごめんね。じゃあ2番いきましょう。で、次が BC イコール CG ですね。つまり、ここの長さと、ここの長さが同じになることを証明したいと。で、なんで今回この証明を取り上げたか、ちょっと余談になっちゃうんですけど、定期テスト、この相似がね、テスト範囲に入ってる時って、まあ、証明問題が出されるわけですよ。で、基本的に自分のイメージだと、まあ、証明が2、3問出ることがやっぱり多いです。まあ、3問としましょうか。で、3問出された時に、だいたい2問は、そのオーソドックスな、基本的にみんなが練習を良くする、相似条件を使う方が2問なのね。こうさ、条件、合同条件と合同の証明と似てるやつ。で、条件揃えて、相似条件書いて、OK! みたいな。なんですけど、1問、そうじゃない問題がパッて出されたりします。この中点連結整理とかもそうなんですけど。で、そこで落とすともったいないんだよね。そう。で、一番嫌なパターンは、例えば、これが先に証明来ます。テスト解いてる時にね。先に来る。で、後ろにみんなが練習した相似条件が来たりするんだけど、例えばここでテストつまずくでしょ、一回。あれっつって。で、時間取るでしょ。時間取っちゃって焦っちゃって、後ろのできるはずの照明解けないとかね。時間間に合わなかったり、ちょっとテンパっちゃったりとか。そのね、感じになってほしくないんで、今回これを取り上げました。で、この照明については、書き方ちょっと特殊というか、いろいろあると思うので、ニュアンスが似てたら OK にしてください。一字一句同じじゃなきゃダメってわけじゃないからね。で、どう攻めたいかっていうと、これはこの三角形使って攻めていきます。まあ、ここは必要だからさ。三角形 D、まあ、BDG か。について攻めていく。で、どう攻めるかっていうと、結局、こことね、この斜め。この DF と、
EC がもし平行だったら、DC ってお前 DF じゃねえや。この DC、DG だ。こっちにしとこうか。ちょんちょん。こことこれが平行だったら、ここが1対1になってるから、ここも絶対1対1になるんですよ。さっきと同じ中点連結定理だからね。だからそれを持ってくるために、それを言いたいから、この1対1はもう決まってるじゃん。書いてくれてるから。じゃあ、こことここが平行って言いたいなって。で、そこを書けばいけると。で、そこ平行じゃねってさっき使ったもんね。平行なんだよね。で、なんで平行なの？こことここは、ちょっと ここね。DF と EC は中点連結定理で平行ってさっき使ったじゃないですか。で、それをちゃんと言葉に起こせばいいんです。いいね。で、まず、こことここ。この DF と EC。は平行って言いたいんで、そのために三角形 AEC を使いましょう。まあ、ACE でいいか。まあ、ACE について、まあ、ちゃんとね、中点連結定理、私は気づいてるよと。よいしょ。文字数が多いんだな。中点連結定理より、こことここが平行。まず、D, F, 平行、EC。まあ、C、まあ、私もいいね。で、これが分かりますと。で、当然、今さ、DF ってこの部分しか書いてないですけど、これと、これが平行だったら、それ伸ばしただけなんだから、当然 DG と EC も平行ですよね。だから、これ書いて、寄って、まあ、これはもう見て分かるからさ、DG と、EC。が平行だよっていうことが言えます。いい。で、自分は番号つけるのが好きなので番号ちょっと振っちゃいますね。これまず1個使いたいと。で、もともとこの部分。これは仮定で言われてますよね。3等分してるから当然 DE と EB は一緒です。だから、まあ、ちゃんと書くんだったら与えられてるからね。仮定より DE イコール EB。ちょっと文字の順番おかしいけどごめんね。2番。で、これによって、ここの長さが同じです。こことここは平行ですって言えたから、じゃあ中点連結定理使えば BC イコール CG って言えるので、もう一行は厳しいな。こっち行きますね。これで、まあ、三角形と BDG、最初の青のとこね。について、まあ、このね、その三角形について考えますよと。で、ついて、で、あと、1と2、この1番2番持ってきて、あと、ま、中点連結定理も気づいてますよと。ここまでね、しっかり書かなくても大丈夫だと思うんですけど、しっかり書いて損することは時間がなくなることだけ。テストの時に。で、ちょっとサボって書いて心配なのは、部分点で減点食らうっていう、とは心配なので、自分ちょっとしっかり書いちゃうんですけど、一応ね、書かせてください。より、BC イコール、まあ、ちゃんと書くんだったら BC 対、まあ、いいと思うんだけどね、CG が1対1だと。同じ長さ。つまり、最初に言いたかった BC と CG の長さは一緒ですよ、と。これで終了という感じになります。だから言われてみればさ、ここの平行書いて伸ばしましたって。伸ばしてここ同じだから中点連結定理ほら同じでしょって言ってるだけなんですよ。ね。で、それを文字に起こす練習ってのはあんまりしないので、テスト前やっぱり相似条件使う方がメインになるからね。だからもちろん出やすいのは相似条件の方です。本編でもいっぱい撮りましたけど、そっちの方が出やすいんですが、もし出された時に、まあ、さっきみたいな事故にね、なってしまうのが怖いので、まあ、一応ね、練習と思って。覚えておいてください。じゃあ最後ね、行きましょう。で、これはもうシンプルに FG ですね。ここを出したいと。で、Y と5か、さっき X 使ったもんね。で、どうやるかっていうと、今ね、もうこの青三角形 BDG 出した。で、中点連結定理も分かってるので、ここ6センチでしょ。だから、これの、さっきやったね、ここが6なら、ここ全体はそれの2倍なんですよ。2倍、さっきやったね。だから12センチって分かるじゃないですか、12。で、Y のこっち側だけ出したいと。で、ここはさっき3って出してるから。じゃあ、12から3引けばいいよねっていうだけなので、ごめん、Y って置く必要がなかった。FG イコール12引く3。で、つまり、9センチメートルですよと。
これで終了となります。まあ、途中でもね話しましたけど、出やすさといったら掃除条件使う照明の方が圧倒的に出てきますね、出てくるんですが、なんかこう先生がねこれの出したりと不意にテンパるんじゃねえかなとかっていう先生もいらっしゃるんでね、その先生の策略にはまらないようにぜひねこの辺も押さえておいてください。では今回はねこの3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回が、紙をね、折り返す、まあ、折り曲げる問題、まあ、ちょっと苦手な子が多いところなんですけど、そういう問題をね、取り扱おうと思ってますので、まあ、もしよかったら次回も見てみてください。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。